チャンピオン76。こんにちは、チャンピオン76高野です。チャンピオン76大垣店の一之瀬です。今日は大垣店のずらっと車両がありますが一番値段の高いものをちょっと聞いていきたいんですけど、はい、どれになりますか？ あちらになります。行ってみましょうかっこいい車両がいっぱい。このブレイクアウトです。ハーレーダビッドソン CVOFXSBSE ブレイクアウトですね。年式が2014年、走行距離が3万2400キロになります。車両価格321万9000円、総額ですね355万1000円。あんまりバイクのこと分かんない私でもなんかすごいいっぱいカスタムしてあるなって思うんですけど、はい、これすごいみたいなところがあれば。これペイントじゃないですかね。なんかすごいキラキラですもんね。はい、もうカスタムペイントです。これやるの高いんですかね。いや多分高いと思います。裏目も入ってます。キラキラ、本当細かいところまでこだわってられるんで、ここ手抜きそうなのにね、ここまでもキラキラさせてもうギラギラですね。とてもかっこいい車両です。ギラバチバチです。シートとかも全部ですか？あ、もう全部そうですね。足、奥、ペグ全て細かいところがすごい。手の形もだいぶちょっと、はい、もう特徴的ですよね。あれ何タンクって言うんでしたっけ？ストレッチタンク。ストレッチタンク。あとフロントのフェンダーもどこまであんねんって感じですよね。あ、長くしてあるんですか？はい、本当だ。このミラーシャキシャキ、あのちっちゃい方がいいんで、だいぶちっちゃいですね。スマートになってますね、うん、この穴もかっこいいですね。うん、かっこいい。つけますよなんか光ってるLED ついてます。すごいですね。これ夜ずっと走行中もこのままってことですか？あ、そうです、夜これです。あ、もう目立つこと間違いなしです。本当にもう目立ちたい人におすすめです。すごい。ウインカーも変わってますね。かっこいいですね、これ。そう、なんかちょっとクリスタルっぽくて可愛いんですよ。うん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 。これだとついてない時もおしゃれでかっこいい。いいですか？どうぞ。失礼します。うわ、いかがでしょうか？似合ってますか？うん、乗ってたらかっこいいですね。ぜひ乗ってほしい。いや、すごいな、これ。もう、これ。ハンドルこうなっちゃいます、うん、私の身長だと、はい、これ乗りやすいかな、うん、まあ乗りやすいか乗りやすくないかというと多分乗りにくいんじゃないですか。そうですよね、やっぱ。でもやっぱ見た目が。そうです、バイクは見た目、うん、ね、バイクは見た目、見た目が大事です。うん、大垣店の最高額のブレイクアウト、はい、355万、はい、ぜひ気になったよっていう方は大垣店までいらしてください、はい、お願いします。グーバイクにも乗ってます。乗ってます、もちろん。気になった方ぜひ見てください。そしてお問い合わせください、はい、面白いなって思ってくださった方、いいなって思ってくれた方は高評価とチャンネル登録お願いします。バイバーイ